き亭はちみつの8チャンネル。久しぶりに集まりました。ありがとうございます。このメンバーが集まったということは、はい、もう皆さんお気づきやと思います、うん、いよいよ始まりますね、はい、いよいよあれから何年2年ぐらい2年1年ちゃいます。え、2期っていうことですよね。え、あ、奥さんのスイーツ巡りに付き合うんじゃないですか。いや、違いますよ。今日あのもう結構夜遅い時間に今からスイーツ巡りなんか行かないです。あ、行くよ、ごめんなさい。でもうちの奥さんの料理のやつは一つも回らないんですよ。なんでや。不思議です。聞きたいです。登録者数何人でしたっけ。5万何人いてます。で、そういう企画はどれぐらい再生されるんですか。1000ぐらい。奥さんとちびっこ相撲のチャンピオンに相撲取らしたそれは回るでしょ、さすがに。僕も回んでやったらそれもう回しつけて、もうほぼほぼ全裸で取ってもらいますよ、相撲は。あ、でもあれや、バンドエイドつけな。バンドエイド YouTube ですからね。バスト突破あかんねん。江頭さんみたいに。そうです。それは回りそうやな。馬娘のだからコスプレしながらとか、はい、ちゃんとあの馬娘のキャラでも、うん、あの大きいキャラがいてるんですよ。ひしあけぼのっていう。いや、別にいちいち合わさんでいいよ。別にかわいいやつやったってよ。ひしあけぼのちゃん手に入ってんけど、はい、ちょうど昨日、はい、めっちゃでかい。登場シーン見たことある。見たことないです。大巨人や。そんなでかいですか。奥さん傷つくとかはないんですか。これがね、すごいのがね、はい、傷つけへんねん。すご、喜んでんねん。これ見て多分今キャーって言うてるね。そうですね。素敵。もともと出役やからな。うん、素敵やわ、ね、ほんまに感謝やわ。すれへん方が傷つくやろ、そら。関西で十何パーセント取る番組でギャグとか普通にやってましたね。そうそうやね、やっぱりそう思ったかな。強いと思うわ、はい、そんなことはどうでもいいです、はい、いよいよ始まります、はい、3期がスタートしております。しておりますんですよね。はい、しております。現在ね、皆さん第1話が終わったところなんですよ。まだ2話始まってない状態で今撮影させていただいております。で、やっぱりね、見た後にその考察であったりとか、ちょっといろいろなんか感慨深いものもあるじゃないですか。それをもう喋りたいので、皆さんに申し訳ないですけど、ちょっと1ヶ月遅れの見ることになります。考察後やから、はい、だから、ご覧の皆さんももう見てるとは思いますが、第1話の「元ネタこんなやで」とか「こんなあったで」とか「こういうのが隠されてんねや」なんていうのをちょっとまた、いただけますと、スタッフが確認した上でまた我々の、はい、感想編の時に、ちょっといろんな教えていただいたりとかあると思いますので、はい、今日見るんじゃなくて今から待てになるんですか。待てです。僕生配信とかやってるじゃないですか、うん、そしたらウマ娘ファンが、うん、なんか3期の話とかをチャット上で盛り上がったりするんですけど、うん、そんなんしたらお兄ちゃんネタバレになるからやめろってチャット上で喧嘩になってるんですよ。これ皆さんだからさっきお伝えしとこう、はい、もうこの SNS の時代ですから、はい、正直、はい、ネタバレどうのこうのはね、もう大人やから、うん、ね、確かにね、見て見ぬふりもするし、はい、ね、あ、だから喧嘩するのだけやめてもらおう。そうですね、もう情報どっかから入ってくるのはしょうがないですか。喧嘩なんか、喧嘩は用語派、変なやつ。喧嘩一番の武闘派。仲良くなるかもしれんやろ。ギラモンはそういうことはありますけど、ギラモン同士はガンガンやり合ったらいいんですか。そんな世界観でしたっけ。ちゃんとやり取りちゃんと見たら、これ先々で仲良くなるとかはないなっていう。俺のとこでもあったけど、ネタバレさして俺に知らしたくない派と、はい、親切に教えてくれる派やから、うん、はい、決してどっちとも言ってることは間違いない。そうなんですよね。そうなんですよ。喧嘩してるのに、はい、うん、だからええんちゃうんか。まあ、いいんじゃないですか。野党みたいなもんで、はい、言い合って絶対良くしようとしてんねんから。そうか、だんだん良くなってくるんですかね。たとえアホとか以外はいらん意見などないのよ。誹謗中傷以外ね。アホボケなし。アホボケなし。確かに、お言葉ですけど、はい、野党と与党は言い合って別によくなってないですよ。急に大人みたいなこと言わんとってや。こっちも何にも。いや、このチャンネルでその大人みたいなこと言わんでええねん。でもあれやで、言いたくないのに仕事して言うてる野党もおるやん。いや、もう野党と、そっちの話かね、与党の話もいいですよ。はい、なんか前回終わってから、はい、どうなるのかと思いながら、皆さんは結構もう、うん、馬娘もやってます。小井さんもずっとやってますよね。やってるよ毎日。今日も育成3回してるし。すごっ。でもこの間
たけしが俺んち来て、うちで YouTube 来て、はい、一番強い子見せ合ったらたけしの方が強かった。いやどう、僕でもあのバランスタイプなんですけど、今回のがなんか、うん、僕も一時やってない時があったんですけど、うん、なんか、うん、新しいの始まったし、なんかあったらあかんから、うん、もちろんやりたい気持ちもあるんですけど、うん、一応あのやらせてもらおうと思ってやってたら、なんか、うん、バランスタイプにちょっと向いてるんですよ今回のストーリーが。たけしはもちろんミスターバランスやからな、ミスターバランスです本当に。そうだから多分トータルのチーム力で言ったら俺の方が強いけど、うん、一番強い子はたけしの方がランク上や、UF とかですか。 UF、 うわすごっ、2やったやろ前、2か3っすね。あ、帝王ちゃん3っすね。え、3やな、すごいな。そう、俺やっとあれから2作ったのにまた離されてる。うわすごいな。え、そこも、え、根性も SS いけるんすか。いけました、すごっ。UF2 が1人。えっと、すごいな。兄ちゃんは？僕は全然、UG7 ですね。めっちゃ断然たけしは、あ、でもスピードが、いや、スピードが全然、スピードがもう450も違います。全然違うな、うん、いや、すげえなこれ。はい、小泉さんなんかスピード特化ってことでしょ。俺は待機シャトルやからな、一番強いのは。あー、うわ、すごい、スピードがすごいわ。僕も待機シャトルが一番強いですけど、でも UG9 なんですよ。でも待機シャトルもスピード1641しかないのに、小井さん1700。いや俺も取り残されてるわ、もう俺まだ S とか SS のところでストップしてるで。多分あの3個ぐらいシナリオやってないんじゃないですか。やってない気がするわ。多分に、うん、新しいシナリオ今出てますよ、凱旋門賞チャレンジ。いやこの間あれ SNS でやってたよな、凱旋門で買ったよ。ああ、やってました、やってました。あれもしかもちゃんとその後も2連覇もしましたし。また怒られるやん俺。いやだからもうあの来ますよ、まあ、定型部3人でやれっていう定型部、はい、一番やってへん人のチャンネルでやってる。いや僕がはちみさんの立場やったら死ぬ気で頑張りますけど、ね、何してんすか。まあアニメ楽しもうよ。いやそれはない、それはない、ね、確かにそうですね、ゲームも楽しいのも分かりますが、うん、はい、アニメを楽しみましょう。それでは「ウマ娘プリティダービーシーズン3」ティザー PV、見たいと思います。近いところに来たなって感じ。そうですね、なんかだんだんとね、うん、世代でこの間やもんね、だってじゃあそうですよ、うん、もう2000年代突入してますからね。だから我々90年代中頃とか行ってましたから、うん、前半とか。でもこれは多分シーズン3はその世代とこうちょっとあれやろ。いやまあでも、うん、ゴルシとかももともといてたし、東海帝王とかも絡んでたんで、うん、そこら辺は結構混ざり合ってたからあ、うん、だからこれからどうなっていくのか、うん、ということで、一応ですね我々は皆さんよりも1ヶ月遅れて見るということなので、はい、近日はちょっと馬おじ先生をまた久しぶりにやらせていただこうと思ってるんですが、たけしにテーマオペラを、はい、お兄ちゃんにアドマイアベガ、はい、こちらの馬おじ先生が近日公開されますので、そちらをお楽しみいただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回も見てね。